どうも、スターアイランドです。今回はおまけパートということで、他のバッドエンディングや特別ステージをやっていきたいと思います。まずは、もしレスピロに負けたらどんなエンディングになるのかを見てみましょう。これが二つ目のバッドエンディングでした。世界が完全に支配されるという、このゲーム史上最も最悪なエンディングです。クレジット自体は、新エンディングと同じなのでカットします。最後は、レスピロに取り憑かれたウッディの顔が出て終了。続いて、アンディの家の爆発を止めるとどうなるか見てみましょう。このステージを途中まで進んだ後にもう一度戻ると、爆発解除ボタンが現れます。時間に余裕があるので、割とすんなりいけますね。これで爆発を防ぐことができました。またレックスが襲いかかってくるようですね。しかも巨大化してる。以前のトイストーリー2エグゼよりはるかに強くなってる気がする。追いつかれたら一発で潰される予感がするので、気をつけながら進みます。道の途中にはポテトや障害物がたくさんあるので、そこにも注意。あとは、マグマに落ちないようにしよう。あー、なんて届かないのという夢を見たのさ。よく聞くとレックス、お前の命は私のものだとかいろいろほざいてますね。なんかめっちゃ嫌な音がする。しまった、このタイミングで体力切れかよ。温存させておけばよかった。絶対後ろからなんか来てるでしょ。発明、一瞬見えたけどやっぱり炎が来てた。そしてその衝撃で瓦礫が全部レックスに当たった。I'm sorry, master. He was more powerful than I thought he'd be. Rex, are you alright? Woody will reign supreme. Your end is nigh. Buzz. レックスは操られてから随分と時間が経ってるからか、一度も復活しませんでしたね。はい、これが三つ目のバッドエンディングでした。あまりにも悲惨な状況により、バズの精神は崩壊。レスピロに戦おうとする力もなくなってしまい、自ら命を絶とうとしています。今までの中で、最も悲しいエンディングと言えるでしょう。しかし、レスピロは自殺すら許してくれません。どうせなら、自分の手で殺しておきたいのでしょう。まだ何かありそうなので、しばらく待ってみます。You are
でっていう。操作できないなら、結局私は安全じゃないですか。ふふふ、私に勝てる者は誰もいないということかな。それでは最後に、おまけのチャレンジコースをやっていきます。このゲームの新エンディングのクリア後に見ることができます。他にもギャラリーなども見れますが、今回はチャレンジコースのみ実況します。本編にはなかった、雪のステージのようです。一体どれくらい難しいのでしょうか。いきなりポテトにやられた。しかもいきなり難しい配置だな。最初のところだけで3回も死ぬとか今後が不安すぎる。あーい。ちょっと最初からすでに本編よりはるかに難しいんですけど。これでもギリギリかよ。よし、よし、今のは警戒して正解だった。このステージは完全初見プレイなんだけど、なんとなく初見殺しの予感がした。時間制限とかはないので、一つ一つ気をつけながら進みましょう。え、待って、ここ届く？うわぁ、ポテトがいやらしい位置にいるせいでなかなか届かない。よし、かなりギリギリ届いた。ここら辺何もなさすぎて怖いなぁ。いつポテヤマポテオが現れてもおかしくない。あ、よかった、チェックポイントある。うわ、ここめっちゃ難しそう。それでも華麗に死んでゆく。これやれよっしゃ、やっといけたー。ここマジで難しかったです。3分かかりました。早くチェックポイントが欲しい。うわ、今度は海かよ。海に入ると操作性は大きく変わり、バズの動きがより鈍くなります。その代わり、ジャンプ力が非常に上がります。ここ進むのめっちゃ怖いなー。絶対にあそこからやり直したくない。よし、いい感じだ。落ち着いて、落ち着いて。よしよし、ここら辺は簡単だから落ち着いて対処し。やった。チェックポイントがあるー。ここまで来るの20分近くかかってるよ、もう疲れたー。嘘だろー、ここに来て再びレックス戦かよー。もともとあれ結構難しかったのに、さらに難易度が上がってるというのか。とうとうロボットまで現れたな。なんかロボットだけ異様に明るかったような気がする。というかこれ、HP も気をつけないといけませんね。今まで即死系以外は気にしなくても割と大丈夫だったけど、今回はダメージを抑えるアイテムもスタミナ増量アイテムもないからきつい。何が、You can't escape me だよ。2回も言わなくていいわ、この緑率高尾。さっきから思ってたんだけど、長くない？
そろそろ終わらないと HP が持たないし、私の集中力も持たない。やばい、あと一発食らったら終わりだ。嘘だろー。やった。やっと終わった。と思ってたのに、まだまだステージは続くようですね。届かないし。届かないし。このステージ、動画で見るとそこまで難しそうには見えないかもしれませんが、実際は本編よりはるかに難しくなっています。わかりやすく言うと、以前実況したウォアエグゼアンダートードに匹敵します。割と鬼畜なので、じっくり時間をかけてやりたい人にはおすすめです。ロボットの爆発音、実は何気に好きだったりする。あれ、もうチェックポイントがある。この辺りは割と簡単でした。でもここからは海なので、また鬼畜になりそうですね。マジでギリギリの戦いやな。ここはタイミングを見計らって、ジャンプしてる最中にダッシュすればいけるはずなんだけどな。意外とあっさりいけた。意外とあっさりいけた。はい、久しぶりにここまで戻ってこれました。あのあと3分くらいなぜか苦戦してしまいました。ここまで来たのは本当に貴重なので、慎重に進みたいところなんですが、以前にも言った通り、長いこと海に入ってると溺れ死ぬんですよね。だからそれなりに急がないといけない。その割にポテトも異常に多いので、人によってはここが最難関ポイントになるかもしれません。配置も結構いやらしいし。え？マジ？まだポテトいるの？やったー、ここ一発でクリアしたのは大きい。そしてチェックポイント来たー。ここまで来たら最後まで頑張ろう。ここまで来たら最後まで頑張ろう。よし、よし、ついにここまで来た。こっちには特に何もないな。なら思いっきりジャンプしてやる。さすがにそろそろこのステージも終わりの予感がする。あとは油断せず、ゆっくりと行こう。よっしゃー、クリアしたー。28分かかったわ。というわけで、トイストーリー3エグゼの実況動画はこれで終了となります。最高に楽しいゲームでした。